宮川明は奈良県生駒市出身のプロ野球選手、宇藤右内、埼玉西武ライオンズ所属。中学校時代は生駒ボーイズで外野手としてプレーし、当時投手だった森友成とも対戦している。高校は山形県の東海大学山形高等学校に進学。3年夏は背番号18でエース級の働きをするもベスト8に終わった。 高校卒業後は、上部大学に進学し、当主に専念。関子新学生野球連盟での通算成績は27試合当番、13勝0敗、115奪三振、防御率0.94。ドラフト候補として注目されるが、指名漏れとなった。大学卒業後、社会人野球の東芝に入社。2019年10月17日のドラフト会議で、 西部から指名を受け、11月12日に契約金1億円プラス出来高5000万円、年俸1600万円で仮契約を結んだ。2020年は6月の開幕を一軍で迎え、6月20日の北海道日本ハムファイターズ戦で3番手としてデビューした。7月3日のオリックスバーファローズ戦で初ホールド、10月1日のオリックス戦で プロ初勝利を挙げるなど、1年間リリーフとして1、軍に帯同し、49試合の当番で2勝1敗13、ホールドという成績を残した。契約公開では700万円増の2300万円で、公開した。2021年も開幕を1軍で迎える。9回打ち切りの影響に加え、4月後半からは、守護神、増田達氏の不調もあり、 4月29日から5月4日にかけて5連投を経験した。しかし、5月1日の日本ハム戦では、乱調のマスダに代わり急遽登板するも、連続支球で、さよならの押し出し、同3日のオリックス戦では1回3失点で、敗戦投手、翌日も失点を起死しどうなのかに登録抹消となった。5月19日に一軍登録されたが、 不安定な投球が続き6月21日に再び登録抹消となった。直球の最速は時速154キロメートル。変化球はパワーカーブ、スライダー、カットボール、フォークを投げる。3人兄弟でいずれも野球をしており、兄の幸喜は智弁学園和歌山高校で2年春から4期連続で甲子園大会に出場。その後は同志社大学でプレーした。 弟のヒロシは奈良大学附属高校で甲子園に出場。高校卒業後は日本体育大学でプレーしている。ありがとうございます。